ゲー音かっこいいじゃん。てかここの BGM もなんか若干いいじゃん。忍びスラッシュやっていくわ。まあこういうのは大体同意で、ユーザー名が存在しないと新しく情報が OK。 なんかねこういう新作ゲームやるときに毎回僕ちゃんとあれをしていこうかな、評価をしていこうかな。これ案件受けてるわけでもないですし、僕正直にね全部これなんかちょっと映っちゃいけなさそうな画面映っちゃってモザイクかけとくんだけど、あでも見た目とか結構かっこいいね。操作はタップとフリックで、あそうなんだ、あフリックあるんだ。あー青色がフリック、左右に青い音符が来たら、音符じゃないけど音符が来たらタイミングよくフリック、あフリックなんだそれ。うんー大きな壁はフリックで切り裂く、なんかチューニズム的なね、チューニズム切り裂く音ゲーみたいな、なんかそんな感じだったよね。なんかこんな感じでキャラクターもついてますと。なんかイラストはまあちょっともうね、もうちょっとって感じですけど、でここかっこいいね、演出とか音がかっこいい。あこれがさっき流れてたやつか。でまあなんかコンフリクトはなんか知ってるんだけど、これグルコスと同じジャケットだね。でそれ以外作曲者見てる感じあんまり知らないかもしれない。うん、でもしかしたらなんか有名な人いるかもしれないけど俺は知らないかもしれない、ちょっとわかんないね。この辺の作曲者に関してはわかんない。もしかしたら隠し曲でいい曲があるのかもわかんないけど、あこのカプチって人だけ知ってるかもしれない。やっぱりすごい思うのが、スマホの音ゲーってこういう系の音ゲーって大体がアーケアだったりフィグロスだったりっていうののプレイヤーがやると思うのよ。あの今から見つける人っていうのはね、こういうの見つける人っていうのはやると思うから、やっぱりなんかその作曲者とかをさ、こうまあいいんだけど中国の方とかで集めてもいいかもしれないんだけど、なんか僕はどちらかといったらその多少意識位置について用意真相開始かっこよ。そうだから多少意識するのも大事なんじゃないかな。なんかサイレントルームとかフラムスとかなんかそういう感じで意識するのも大事なんじゃないかなって僕は思うわ。そんな BMS とかに出てる曲とかだったらオリジナルと違ってね変えるかもしれないしね、権利とか。だからすごいねそういうの大事かな。でこれがあれね、えちょっと全然反応してないけど、あそういう感じね。あでもめちゃくちゃむずいわ。あでこれは何、長押しで、これ長押しの判定、あいいね、この長押しの判定がないのはいい、評価高い。でここがクソむずい。あでも 4つ鍵盤なんだねこれ、よく見たらね、なんか鍵盤系なんだね、珍しいねこれ。あでこれ下にやっても反応し、あ出たこのスライド、あでも意外とすぐ反応するわ。なるほどね。てか縦連がすごい多いね。てかなんか右上よく見たら死にかけじゃない俺、危なあ死ぬ。これでも回復とかあんのかな、あ出た、おザン改ざんね、この改ざんが一番あれなの、パーフェクトってこと、この判定的に言ったら。わからんわその辺が。まあコンフリクトもまあ有名だし大事なんだけど、やっぱそうだね、うん知らない人、まあこれ隠し曲とかで有名な人あんのかな。まだとしてもさ、作曲者だけ見たいよね。なんかその例えば作曲者だけ隠して、また例えばラウルがいますと、ラウルのサウンドキメラがありますと、でそれが隠し曲になってる場合は全部存在も隠すんじゃなくて、ラウルの隠し曲が隠し曲ですよっていうのを隠して出しといてほしい。なんか これの解禁方法はこうですよみたいなあるんだとしたらね。だからアーキアのグリーバスレディとかもあれちゃんとね出したらいいんじゃないかなって思うんだけどね。まああれなのかな、あれはアーキアに関しては本当に知らずに 見ることでなんか演出に鳥肌要素が追加されてるみたいな、多分そういうこと。あ来たまた壁、あでも壁切り裂く感じはまあちょっと楽しいかもしれない。まあそうだね、まあ基本的に、お待ってライフ死んでない、おおびっくり、おなんか鬼滅の刃のさ雲の、あいつなんだっけ、ルイみたいな攻撃、難易度激戦ちょっとむずいわ。1個落とす、実戦、異戦、実戦でいこっか。まあ戦って命基本的にかけてるから、簡単な戦も難しい戦もねえんだけど、うんここだけちょっとマジレスさせていただきます。戦争って命を落とす勝ち負けの世界なので、簡単な戦とか普通ぐらいの戦とか難しい戦っていうのはないんですよ。お互いが命をかけて、これクソめんどくさいね、ダメ押して申し訳ないけど、あちょっとこれ上すぎるな、俺マロディになりすぎてちょっと上を触ってる気がする。そうだね、ちゃんとここの下の方触んなきゃいけないね。まあでも結構このぐらいがやっぱ楽しいわ、このぐらいの難易度がちょうどできるぐらい。まあ4鍵盤ってどうなんだろう、今アーキャーはいいけどさ、あれはさアークノーツとかさ、ああいうのがさ譜面で独自の演出ができるからさいいんだけどさ、これ独自の演出できるのかな、まあ、壁でできるのかな、壁でどうなんだろうね。まあゲーム性はまあ
あのね、辛口言わせてもらうわ。これね、あの忍びスラッシュの方ちょっと目つぶった方がいいかもしれない。いや目つぶってってか俺の個人の感想だから、まあ別に何か言ってるわぐらいで受け止めてくれていいんだけど、まあゲーム性はまあそこ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 で、で多分和風とかそのザンっていう感じのやつも新しさを取り入れたんだと思うんだけど、正直もう音ゲーって新しいの もう無理だと思うんだよね。本当に本格的な指糸とかあれ天才じゃないですか、考えた人。それ無理だと思うから、まあ、はっきり言ってなんかに、あの売るためにはね、売らないってなんで、趣味で作ってるんだったら何でもいいんだけど、売りたいんだったら本当に申し訳ない表現すると、あのパクればいいんじゃないかなって俺は思う。あのバレない程度にアーキアとかチューニズムとかそういう有名なところをバレないように、まあ、バレてもなんか似てるって言われてもいいからパクるべきだと思う。流行らせるためには新しさを取り入れすぎると、その大手企業さんが やらない限り多分流行んないと思う。こういうのはそれとかめっちゃいい作曲者入れるとかじゃないと流行んないと思うから、逆にパクリの方が流行る説あるから、それだったらだから流行らせたいんだったら、まあちょっとあれかなって感じで、もうあとね曲とイラストはもう少しかなちょっと辛口ごめん本当に。え別にさ、でも10万ぐらいあったらさ、多分結構そこそこの人入れれると思うんだけど、 10万円ぐらいあったら何人かそこそこのイラストそこそこの曲入れれると思うから、まあ10万ぐらいは出してくれてもいいんじゃないかなと思う。そのアプリ作る上ではね、このザンちょっと楽しいね、シュンって感じのやつが、うんって感じかな。ごめんなさい、ネタ切り。この前の動画でかなんかで忍びスラッシュ僕やんないよみたいな話したと思うんだけど、任務完了、コンプリートする横文字で出しちゃうんだ、こんな和風なのに。あでなんかクリアすると、あ中忍なんだこれレベル。なんかクリアするとキャラクターが生き生きとするんだね。さっき死にかけてたじゃないですか前に。確かにちょっと楽しい、残が楽しいね。でなんかテーマ曲あったやつやってく、なんかさっきテーマ曲になってたやつこれかな、残月。まあいいんだけど、まあ和風だったらなんで横文字にしたのか僕すごい問いたいけど、これ12でいくわ。これかっこいいよね、最初の始まり方。まあ曲結構かっこいいんだけど、知らない人だけど、まあ普通にかっこいいねこういう曲は。でこの青色のなんかあれちょっと抜けるわ、すごい。これ結構ねちゃんとやってるつもりなんだけどね、すごいこの青色のやつがすごい抜ける気がする。まあじゃあできてないんだろうけど、すごい抜ける気がするね、この辺が。でこのライフモードってあるじゃないですか、あれって切れるのかな、右上のやつ。あれ切れたらいいんじゃないかなと思うんだけど、これでスライス炎上してるかね。これちょっと聞いてみんな、この効果音を聞いて、ポンこのポンって言うとなんかじわるわ。まあ確かに和風感出てるけど、ちょっとポンって音がじわる。ちょこれ、あ、擦ってるだけでいけるわ。あー結構緩くて判定が厳しい、ゆる厳しい感じですだ。あでザンザンザン、あいいねいいね、楽しい、この辺は楽しいわ。うんそうだ、コンフリクトもいいんだけど、トパゾライト欲しいねやっぱりね。トパゾライトとかハードコア楽しい一人でもいたら、まあすごいなーって俺は思う。なんかいいなーって思う俺は。まあこっからアップデートとかで全然やってね、全然追加してくれて全然いいと思うんで僕は。あとあれかな、なんかその UI の雰囲気がなんかあんま統一できてない感じしない？なんかそのハートのところとかさ、あんま和風じゃないじゃないですか、ライフって書いてあったりとか。その和風で統一するんだったらなんか全部漢字にしてほしいよね、せっかくだったら。でなんかアイテムとかもなんかもう全部手裏剣とか味噌汁とか味噌汁とか、なんかそういうさちょっと統一してほしいね。アヤキアとかなんか若干統一感あるじゃないですか、いろんな他のダイナミックスとかそういうのってなんか統一感あるんですけど、なんかねハートのところとかね英語ちょくちょく出てきたり、なんかねそのいろいろ出てきちゃうから、なんかちょっと統一感とかね、見た目のいい感じのあれがなくなっちゃうね。その味がね薄くなっちゃうね、逆に和風感強めだったのが薄めになっちゃうね。この残楽しい、これはねすごい素晴らしいと思う。この音が気持ちいい、ドキュー、これいいね。なんて読むか分かんないけどイラストいいじゃん。若干イラストも上から目線で評価していくけど、なんかあれなるほど、これあれですよね、これ僕このフォント持ってますけど、この思想って書いてあるこの感じの、これなんていうフォントだっけ、なんかこういうフォントありますよねフリーで。あーこれもかなんかかっこいい侍。これどうやって集めてんのこういう作曲者って。別に
どうやって集めてんだろうねこういうのって。もう身内とかなのかな、この制作者スタッフさんとかの友達とかが、それやっぱ音ゲー作るってことは音ゲーの友達とかツイッターにいるかもしれないから、そのツイッターとかからなんか持ってきたとかそういう感じなのかな、友達みたいな作曲者を。へー、コンフリクトあるの結構まあいいんじゃない、そこはまあいいんじゃないかなって思うけど、どうせやったらまあ別になんかさ、手塚って人のさ、ニーニーって曲とかさ、 BMS でもいろいろあるじゃん、和風っぽいやつ。それでもね全然良かったんじゃないかなって僕は思います。まあ Today's ヒカキンズポイントつけるとしたら、まあ、まだ全然遊べてないから、あの今の段階ほらこういうのとかさ全然開示請求中、これ多分まだできてないんだと思うけど、この辺の演奏の右側のやつとかね、まあ、今のところ最初初日ちょっとだけ遊んだ感じだと、うんToday's ヒカキンズポイント60点です。これ辛口目ですね個人的に。でフィグロスとかもちなみに、最初遊んだ感じだと本当に70点ぐらいかな多分フィグロスも。でそんなに変わんないんだけど、フィグロスの良かったところが、フィグロス独自の譜面の配置っていうのがあれすごいなって思った。単純にフィグロス最初の方で UI っていうか、そのなんか見た目も若干チャッチかったし、まあ、今もなんか若干チャッチとかあるんだけどフィグロスに関してはね。だけどまあなんか本当に譜面のなんかクオリティの高さっていうのですごいなんかこの補ってきたなっていう、あれ多分一番譜面、音ゲーの譜面いろいろ見てきたんだけど多分一番凝ってるというか、すごい愛が伝わる譜面をしてるからフィグロスっていうのが、だからそこですごいバクンとドクンとね、そんな感じでクオリティが上がってるなと思うんだけど、このゲーム60点ですねこちら。まあ、全然普通に辛口の意見だったと思うんだけど、まあ全然案件もらってるとかじゃないし、まあ1プレイヤーとしてね普通に意見言っただけなんだけど、まあ単純にまあ譜面残は普通に楽しいからいいんだけど、まあフィグロスと違ってその譜面の感じとかゲーム性の感じと、あのこのイラストとか曲の感じで60点です、個人的な話。これ毎回ね審査コードやるとき点数つけていこうかなと思うんでね、私の点数参考にしてねぜひもう評論家ぶって申し訳ない、私がね音ゲーソムリエとしてね生きていこうかなと思います。それではよろしくお願いします。さよなら。